こんばんは。おはようございます。本日はですね、箱根に向かっております。久しぶりの箱根でございますね。バスが、あ、これちょっと止まった方がいいな。車来てますね、対向がね。久しぶりの箱根でございまして、今湯河原に全泊して、ちょっと今車行かせちゃいますね。湯河原に全泊して、ここから箱根に向かうわけなんですけど、なんかナビ見るとね、凄まじい山道なんですよね。海沿いを通って1号行くっていう手もあるんですけど、それだとね 2,30 分遅くなっちゃうんで、今から、まあ、通ったことのない山道を通ります。少しね、この湯河原の街並みも見れるんでね、それはそれで楽しみかなと思います。では箱根に向かいます。デイ、いやー、やはり山道すごいな。すごいし、もう後ろもすごい飛ばしてくるし、抜かさせてあげるスペースもないし、すごい嫌な道これ。だいたい飛ばしすぎだよ後ろも。なんだいつらなってんのこれ。長い山道でした。そして下ってきて芦ノ湖に着いたんですが、あー、カメラ上では見えないですけど、雨降ってきちゃってね、外出るのも億劫なんですよね今。少し車の中でぼーっとしまーす。寝ちゃいましたね。寝て起きたらもう結構な雨になってるというやっと私らしい天気になってきましたね。逆に元気出てきました。車走らせます。雨だと何もできませんね。せめて道の駅に入って芦ノ湖を眺めたいと思います。結局何をするでもなく、もうチェックインの時間が近づいてきてるんで、コンビニとかで買い出しをして、本日泊まる宿にチェックインします。そして本日泊まる宿はですね、ずーっと去年ぐらいから気になってた民宿でして、温泉がね、白濁のね温泉で、非常に楽しみにしておりました。では少しドライブします。あのさ、だからさ、後ろの飛ばせる車たちさ、何しに来てんのここに。俺は観光しに来てんだよ。箱根にカーレースしに来てるわけじゃねえんだよ。このススキのたくさん生えてるところが観光地みたいなんですけどね、いつも通ってましたけど、すごい人いました。平日とは思えないぐらいいましたね。確かにモコモコして可愛いですけどね。お昼ご飯食べてなかったので、セブンでポークフランク、ビッグポークフランクいただきます。ではチェックインします。なんだこの緊張感は。着きました。本日の旅館さん、マス屋さんですね。渋い。車止める場所がわからない。十分広いです。広縁もありますしね。満足満足。こたつも用意していただいて、これ冷蔵庫かな、おそらく冷蔵庫だと思うんですけどね。おしゃれですね。では早速温泉に入ってきます。千円茶酒。こちらが温泉です。白濁の温泉。窓もね、少し開けられるので、これは半露天風呂気分で味わえますね。では入ります。楽しみだ。
風呂入ってきました。気持ちよかった。やはり白濁温泉最高ですね。硫黄の香りとね、ぬめぬめした感じがほんと気持ちいいっす。硫黄の匂いがね染みついた分だけ明日も頑張ろうと思いますね。この後はゆっくりして早めに夜ご飯を食べに行きます。結構ピンチなことが起きまして、仙石原に来た理由がですね、まあこの白濁温泉と行きたい居酒屋があったんですよ。一昨年か、まあ、何年か前に行った居酒屋さんが美味しくて量も多くて、そこを狙ってたんですけど、もうね嫌な予感がして電話をしたらいっぱいで、もともとね今日人多かったんですよ。平日にしてはすごい多いなと思って、で口コミのいいところを片っ端から電話していったら、もうね5時6時ぐらいからだいたい満席なんですよね。で今ずっと調べてずっと電話してます。困った本当。やっとようやく取れました。お店一つ、もうこのお店なかったら結構いじけてたレベルですね。まあいろいろあるっちゃあるんですけどね、座敷苦手なんですよね。座敷苦手なので座敷のお店あんまり行きたくなくて、でまあただそれでも混んでるので、ほんとよかった、よく取れて。では行ってきます。来ました。個室になってますね。半個室か、むしろこういうのを求めてたんですごく嬉しいです。まさかこの仙石原でタッチパネル式のメニューと出会えるとは思いませんでしたね。今気づいたんですけど、なんとテレビもついてますね、ここ。あ、見ないですけど、ゲームまで、テレビゲームまであるそうですね。すごいびっくりしましたね。あ、懐かしいソフトがたくさんありますね。はい、来ました、ビール、いただきます。食っちゃいました、待ちきです。もつもね美味しいですね。卵焼きもね普通に美味しいです。まだ食べてないですけど、ここは本当にいいですよ、本当にいいですよ、ここの居酒屋さん。今食べたんですけど、うまくてびっくりしました。外パリパリ、なんかジュワーです。ごちそうさまでした。結果的に言わせていただきますと、本当に来てよかったです。ここの居酒屋モンタさんっていうのかな、モンタさん、そこら辺にあるチェーン店より全然美味しくて、観光地価格でもなく、ソーシャルディスタンスもあり、半個室状態もあり、料理も美味しかった、お酒も、安くて美味しかった。でまあ多分ここ下手したら人気になりますね。もしかしたら観光地の風情っていうものは感じられないかもしれないですけどね、こうなんだろう、古臭いっていうか、まあ風情がある感じではないですね。普通に若者向けなのかもしれないですけど、とりあえずモンタさんに行けばね、安心という感じの大絶賛でした。では今から宿に戻って、猫ちゃんの声した、猫ちゃんの声がした、今宿から、宿に戻ってゆっくりして温泉に入ります。もう一時はどうなるかと思いましたけど、本当にいい旅ができております、おかげさまで。この後の温泉も楽しみですね。寒い、これは楽しみですぞ。入ってきます。
お風呂出ました。だいぶ長湯してしまいましたね。やはり平日のね、こういう旅館はゆったりお風呂入れるので贅沢ですね。ではお酒を飲んで寝たいと思います。おやすみなさい。この鏡はもちろんローランドさんの特注ですよね。おはようございます。月朝7時です。また二日酔いですね。楽しくてね、ついつい飲みすぎちゃいましたね。では朝風呂行ってきますよ。朝風呂、朝風呂来たー。入ってきました。もうこの温泉は名残惜しくて、また30分以上入っちゃったかもしれないですね。本当に名残惜しい贅沢。ではチェックアウトの準備をしますか。ゆっくりね。ではチェックアウトします。はい、チェックアウトしました。持って帰りたいぐらいね、いい温泉でございました。そしてね、オーナーさんもすごく優しくてですね、最後までお声をかけていただいて、非常に快適な宿でした。この後はですね、朝ごはん食べてないので、箱根神社の方に向かって、最終目的地の熱海に向かう予定です。そちらの様子はまた後日アップさせていただきますので、概要欄 URL より、ご覧いただけたら幸いです。ではまた次回熱海編でお会いしましょう。バイバーイ。